こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますえ今週のゲストもスノーピークの山井徹会長ということで先週の感想を聞く博史のコーナーっていうのが冒頭いつもあるんですけど、はいはい、実は今日はですね、うん、メッセージが来てますんでそっちに優先されちゃいましたないんかい メッセージ来たんですけどね。はい、お名前のない方らしいんですよね。名前書いてほしいね。<子>いねそうすね。ねせめてね。ペンネームで。ペンネームって古いな。<laughs> ラジオネームでしょ。ラジオネームね。はいはいはい、じゃあ読みますね。 えー、水戸さんエアモスさんラジコのタイムフリーが多いんですが毎回聞いてますとありがとうございます、えー、お店に関係ないことなのですが番組のホームページに掲載されているお写真を見ていて、うん、もしかしてエアモスさんがめちゃくちゃおしゃれなのではと感じました<お>目を引くファッションが多いなと思ってます <laughs> いつもどこで洋服を買ってるんですかこだわりってありますかでしてははありがとうございますそこ、うん、<laughs> ええやん別にリスナーの意見なんやからどうもありがとうございます ここはこだわりあるんですか？こだわりはまあんまあ好きですね。あのオシャレかというとわかんないですけど、服は好きです。選んだり買いに行ったりするのね。よう買ってますもんね。よう買ってます。はい。熊の派手派手パーカー。熊の派手派カーね。ラルフですかって着てますよ。ああ正解。 まあでもねスマレジ始めてからスマレジを使ってくださってるお客さんところで買うようにだいぶなりましたね、うん、ちょっと変わりましたね、えー、でスマレジを使ってる人もそのまあアパレルも結構多くって結構あれですもんねおしゃれなお店経営してる人がなんかアンテナ高くてスマレジ使ってるって多いですもんねうんうんそうそうまあオリジナルブランドやってはる方もいらっしゃいますけどまあセレクトショップとかでセレクトショップも古典さんってやっぱりエッジがかなり効いてて 服のチョイスがその店主さんの趣味集合がすごい出ててそれ僕楽しいですねうん,うん、ぜひスマレジーユーザーのお店に行っていただければって感じですねそ<う>はい、うん、ではそろそろ開店しましょうこの後スノーピークの代表取締役会長山井徹さん登場です さあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続きアウトドアブランドスノーピークの代表取締役会長山井徹さんですよろしくお願いします山井、はい、よろしくお願いします先週も話てんこ盛りでしかも <laughs> 我々のなんんてううだろう青春時代の感じのイメージだったからすげえか聞きまくっちゃったんですけれど山 <laughs> 僕もなんか自分の青春時代もた <laughs> すごい嬉しく私もなんかキャンプ好きだったんですすごいなんかあったなーっていう感じでしたよね、えっと、セリフ するとお父様の代を引き継いで2000年ぐらいまでは一回ブーム来たけどちょっとしんどくなってたで新しいコンセプトも出して流通網も,も整備して2000年からこう準備をして拡大基調に乗っってていくってことですよね私が聞きたいのはあのそのユーザーを集めてコミュニティを作っていったってどうやってそのコミュニティというかスノーピークファンなんですかねを作っていったのかちょっと聞きたいなと思いましたそうです、ね、あのキャンプ が持ってる力っていうのがあって人間としての,なんかその根源的な営みを共有することによる非常に本質的な人と人のつながりができるっていうことだと思うんですよね。でそれはキャンプがえと今の現代の特に先進諸国の中で持つ意味だと思うんですよね。まあ、例えば個人は人人はは間性がが回復されるしであと,はえと仲がいい大事な人々同士の 絆が深まるこれ家族だったりとか<ー>親友だったりとか。うんうん、でキャンプのイベント自体も、まあ、スノーピークは別にプロモーションとしてやってるわけではなくて、うん、やっぱキャンプを広げたいっていう。 キャンパーとしての願いが根底にあるので、あじゃあキャンパーとしてだったら同じ目線ですよねそうすそうみたいな感じなですね。そうですよね<ー>。でもそれがなスノーピークの立ち位置なんですよ。やっぱりキャンパーとしてキャンパーの皆さんに受け取っていただけるような製品サービスをお届けするっていうのは我々の本当のミッションだと思っているので、もちろん,んお叱りいただいたりね、<laughs> なんか最近のスノーピークどうなってんのみたいなね、ちょっとおかしいんじゃないのみたいな。 当たってるところももああるるるるし、うん、誤解されててととこころもあるんですけど当たってるところは、まあ、うちの内部の問題なのでちゃんとね直さなきゃいけないしで誤解されてるところはコミュニケーションの仕方が悪いので,で、ねうん、これも我々が直さなきゃいけないし、うん、っていう意味で非常にだからキャンプのイベントの中で我々がうまくユーザーさんを幸せにできてるかどうかっていうの確認できていくんですけどえそれって年1回とかやってるんですか <laughs> えっとです、ね 今は多分15回ぐらいやってますね年15回, 15, 回す15回ぐらいやってます役員執行役員は全部いきますねこの15回もやってるのにですか p、えーえー、以上ですよね,ねえっ、ー、と意思決定に関わる人間は全部いきますおすごいなだからでスノーピーカーが僕みたいな人間がやってるんで非常にあの間違うこともたくさんあるんですよ、えー、我々が間違ったことは多分3時間以内にわかりますね これ変じゃないかってユーザーから届くんですか、まあ、リリースを出しました3時間以内にめちゃめちゃ、まあ、炎上します、ね、どんなことで炎上するんですかえっと最近一番最近は、えっと、会員制度の変更をしたんですけど、はい、会員制度っていうのは今どんな感じなんですか、えーまあポイントカードを発行していて、はい、そのカードの仕組み自体を持続可能なように変えようっていうふうにでは,いはいはい。そういうユーザーにとって損じゃないかみたいなことそうですね,あのね、うん 僕フェイスブックの、えー、とお友達5,000人いて多分4,000人ぐらいユーザーさんはい、はい、だし。は あもちろんその炎上もしてるし、うん、個人的に僕のところにメッセ,ジー,メッセージが来たりとか <laughs> メッセージが溜まっていくんですかああ。これはもう明らかに間違えたなと思<ー>。<laughs> そこででも難しいのはユーザーが言ってきたから言ってプレスリリースしたやついきなり変えるってなかなか正直難しくね。まあもちろんえっと一年半ぐらい準備してちゃんとこれで万全だと思ってリリースをかけているので。うん まあだけどお客さんのこと幸せにできてないのは明白なので、うん、そこまで行ったら変えようっていうシーンでし、ね、社内もいろんな意見があったんですけどこれどう見てもお客さん幸せになってないよねってこんだけクレームが来るっていうか,、うん、か今後どうするか分かんないけどもとりあえず我々が間違ったっていうような、えー、とお詫びは俺の名前で出しますよっていうことでその日か次の日から出したと思いますねもう一回考えさせてくださいっていうリリースを出しました。 風通しがいいですね,ですねユーザーとの <laughs> でもこれがだからやっぱコミュニティがあることの良さだと思うんですよヤンヤン我々間違った時に間違ったっていう認識は非常に早いですよねまあ多分そういう意味では世界で一番機動修正が早い会社だと思うんす、うん、まあそもそもま間違うなよっていうことなんですねヤいや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  <laughs> そういう哲学でこの会社を経営されてる一方で上場されてるじゃないですか。そうすると投資家からの プレッシャーで売り上げ上げる利益出せみたいなあるに数字を合わないといけないみたいなのも出てきちゃうじゃないですか。その辺んでなんか先ほどの話からするとちょっとこう愛入れないみたいなことにはならないんですか。それともしっかりとこう説明がうまっ。あそうですね。まあ例えばえっ、ー、と僕がスノービーに入って、えー、社内企業でオートキャンプの事業を立ち上げましたで。当時5億だった売り上げが一旦25.5億にな、うん、なって、そこのフェーズは まあうまくちゃんと経営されてた状態だったもんですよね。五、うん、年で五倍。うん、まあでもその後、えっ、ー、と六年間売上が落としました。これは経営的にうまくいってないですよね。うん、まあ商品が高かったりとか、流通も希薄で我々が思ってるのと現状ズーム違ってたギャップが発生したりとか。で基本的にはえっ、ー、と僕はちゃんとユーザーの皆さんを幸せにできてれば売上は増えると思います。 だからお店ラジオなんでお店を経営されてる方も大勢いらっしゃると思うんですけども基本的にちゃんとやってたら売上が増えてるはずだし売上がもしし落ちててるとしたら何か間違ってますよね例えば新しいお客さんを作り基礎のお客さんも幸せにしながら新しいお客さんを作ることができていたら売り上が伸びますよね。 うーん新しいお客さんを作っていく時のなんか工夫ってあるんですか今のお話聞いてると既存のお客さんがこうやって幸せになっていってるんだっていうのは「焚き火トーク」を中心にコミュニティが出来上がってると思うんですけどその価値観を新しいお客さんに伝える時とかどうやってこう丸見集客してるっていうとなんかゲスな言い方ですけどスノーピークはキャンプの力を使って一食中働く遊ぶっていうふうなことをやり始めているんですけど。 まあ例えばアパレルの事業キャンプシーンでちゃんと着れて街でも着れるっていうスノーピークならではのコンセプトでやってるんですけども例えばじゃあうちのオモドサウンドのお店、うん、あの直営でやってるんですけどもそこにはえっとお洋服きの方々がいらっしゃいますねそうですね多、うん、多分圧倒的にキャンプやってないいいい人がんでよ洋服品質が高くておしゃれな洋服が欲しいから我々の店舗でスノーピークのアパレルを買って。うんうん で3回目ぐらいに「あれスノーピークってキャンプやってんの?」みたいなそっから入ってくるんですか、えー、そういうお客様いらっしゃるんですね<ー>そ,れそれでフィールドワークっていうイベントをそのアパレルのユーザーさん向かにやっていてあの新潟の、ね、HQ に来てもらって「うん、キャンプしませんか?」みたいな<ー>そうするとスノーーピクのアパレルがきっかかけでで初めてキャンプななさるじゃないですか<ー>あとはキャンピングオフィスっていう東京の IT の会社の本社とかに我々のキャンプ用品がバーンと入って。 そこでこうクリエイティブなディスカッションしたりとかキャンピングオフィス、えー、オフィスの中にキャンプ道具を入れるんで,ですねかその方々の中の、まあ、何パーセントか何十パーセントかは興味をキャンプに出して持ってくださって家族で行ってみようかなってなるかもしれないし。うん、あそうですよねっていうようなところで非キャンパーの皆さんに対してもキャンプの力を今、うん プレゼンテーションをしてるんですよね。ああ、そうやってだからタッチポイントをうまいこと増やしていってるっていう感じなんですね。衣食住っていうところでタッチポイントをじゃあ増やしていくっていうところで言うと、食とか住とかも今はもう手掛けられていってるんですか。そうですね。食についてはスノーピクイートっていうレストランを経営してまして、うんうん、レストランか。キャンプスタイルのお料理が味わっていただける。 あとお子さんたちもなんか好奇心のわけじゃないですか確かに見た目もすごいし料理の出し方出され方も違うしみたいなとこそうですね楽しさの方もプラスアされるてことですかそういうことやったりとかですね例えば「野木郎の里」っていう新潟市の西貫区に今35棟ぐらいの住宅のプロデュースに関わっていて地元のお会社デベロッパーの皆さんとか えー、住宅の産業の、えー、お会社と組んで,、うん、で我々のデザイナーもそこに入って、うん、一個一個の住宅の中にその野遊びっていうものがライフスタイルとして。 まあ、例えばウッドデッキがあったりとかうん、うん、バーベキューのブースが家庭についていたりとか<ー>いうような住宅群とそのコミュニティの真ん中にキャンプグラウンドがあって<ー>で皆さんが、えー、そこで集まって一緒にキャンプができたりとか<ー>で我々もそこの街の中にお店を出させてもらって<ー>でうちの社員がコミュニティの円滑な情勢に<ー> <laughs> 一人が買うみたいなトライアルをやってたりとか。町内会長してあげす, <laughs> <laughs> すねかで <laughs> えー、山井会長セレクトの1曲ということで、えー、思い出深い1曲を選んでいただいているんですがえーっとビートルズの「ゴールデンスランバーあの」僕アビーロードがすごくビートルズの「油なくなは一番好きで、うん、特にあの B 面というかあの「ゴールデンスランバー」そのなんか叙情性の一番高い曲の一つだと思っていて、うん、であのちょっと生意気な楽器だったんで、えっと、リアルタイムではないんですけども、うん、小学校を 中学校ぐらいの時にビートルズはすごくたくさん聴いてて、えー、その当時はビートルズマニアだったんですよね。うん、でそういうの、えー、と幼少時代というか <laughs> 青春というか、うん、思春期を育って大人になってで。キャンプしながらなんかやっぱり あの同世代の、えー、とお父さんたちでビートルズマニアだった方もたくさんいるんであ,あ、うん、いそうやな、ね、ギター持ってビートルズ歌ってそう、うん、そうなんう <laughs> ですよでまさに焚き火を囲んで,で誰かがギター持ってきてで弾いてくれて一緒に歌うみたいななるほどななんかこれはだから、えー、とキャンプに非常に合うアコースティックな。 えっと、ナンバーだと思います。なるほどな、あれ、キャンプで音楽楽,楽器できる人一人をいたら、全然クオリティ変わりますよね。ね結構、やっぱ楽しいですね。わかるな。はい、ありがとうございます。お送りしたのはビートルズのゴールデンスランバーでした。 で売り上げが増減してる中でちゃんと堅実に利益を出されてるようなイメージを受けたんですけれどもそこって何かコツとかってあるんですかえと、まあ、スノーピークは2014年にマザーズで15年に、えー、と一部行って今度はあのプライムに行くんですけど、はい、えと14年から、えー、と基本的にはずっと売り上げ伸びてますね。 で利益も2017年1期だけちょっと事故があって、うん、<laughs> あのコンピューター入れ替えた時に2か月ぐらい出荷できなくなってまあそういったことがあったんで1期だけちょっと赤字になってるんですけども基本的にはずっと増収増収益で黒字路線それ上々前かから黒字思考といううそでがねでも私不思議なのはユーザーの声を聞くっていうのが結構ベースにあるじゃないですか。そうすると、まあ、ユーザーザって あれれれもどれももこどみたいいなな感じじでで言ってくるじゃないですかそうするとまあ結構コストがこう高くなっちゃうとかっていうような商品設計とかビジネスモデルにならないのかなっていうのもちょっとあったりするんですけど、うん、そうですねまあいまだに他のそのアウトドアブランドに比べると問屋、うんうん、と,との取り引がない意味で一層<ー>レイヤーが少ないですよねうちの場合は、ねね。あともう一個は食営店とか、うん、e コマースもやってるので。うんうん ダイレクトでスノーピークからユーザーさんに直接販売してる比率も20%程度あるんでそういう部分では非常に何て言うかなコストとリテールの差が少ないというか他のブランドよりは。なんで昔はすごく高いあのイメージがあったんですけど今スノーピークのファミリーテントでえっと一番えっとハリス売ってるテントは多分4万円ぐらいだと思いますし。小売店で言うとあの 商品在庫を抱えすぎてしんどくなったりとかってよくあると思うんですけれども、うん、在庫量の調整とかかかは何工夫ってあるんですかそこはやっぱり、えー、と IT 力を使って在庫の、えー、とマネジメントはしているので、うん、えとアウトドアの業界とかスポーツの業界の中で在庫回転率はうちが一番高いいいとと思思まますす業界で1位だスポーツ業界の多分売り上げの回転率っていい会社でも4回転ぐらいだと思うんですけどスノーピークは多分9回転ぐらいしてますね。 なるほど。 あのお伺いするとアメリカのポートランドに何か軸足を結構置かれるっていうニュースを見たんですけどもポートランドって何て言うんですかねチェーン店が存在しないなんかオリジナルなお店が多い自分たちで店を作りカルチャーを作るみたいな結構これからの世の中を作っていこうみたいななんか象徴的な都市じゃないですか。だからそこになんか軸足を置かれるって見たんですけどその辺ってなんかどういうお考えとかっていう形なんですかそうですねあのー 実はポートランドに会社を作ったのが1996年です。分前なんですね、はい、<ー>なので誰も日本人がポートランドのポの字も意識してないときに我々はえとアメリカの拠点をポートランドに作りました。<ー>それはなぜかというと,、えーとまあ、僕はのヘビーなキャンパーでもあって今の人生で1500泊ぐらいキャンプしてるんですよね。で, <laughs> で同時にフライフィッシャーなんですよ。<ー> 94年の年に初めて、えっとまあ、オレゴンに釣りにポートランドで降りてあのセントラルオレオンの川の方にフライフィッシングしに行ってここにたびたび来なきゃいけないなと思ったので、えーえー、そこに会社を作ったんですけど動機 <laughs>、えー、<laughs> は非常にあのあのシンプルでそこに行きたいから典型、えー、的に好きなことやろうぜっていうですね。<laughs> キャンプもできるしフライフィッシングもできるし、うん、ポートランドの街中もすごく、うん。 素敵だしクリエイティブだしっていうところでそこに拠点を設けたんですけどもスノ、うん、ーピキ USA っていう会社があって96年から、うん、そうですね2015年ぐらいまで、はい、えと売上がずっと4億5億6億5億6億みたいな感じで,<ー>でずっとあの要はアメリカってやっぱバックパッキングのスタイルが多いので。うん あとはキャラバンっていうあのねキャンピングカーで行くかどっちか、うん、でうちの商品でも売れてるのがちっちゃいストーブとかうん、うん、ランタンとか、えー、とアメリカ人から見るとソニーみたいにはい、はい、マイクロ技術で物をちっちゃく軽くできるみたいなまさにそれバックパッキングの非常にハイエンドなうん、うん、とんがったブランドのイメージで5億6億円ぐらいだったんですよね。なるほどで僕なんかあんまりこうアメリカのマーケット興味を失っていて、うん、ずっと行かなかったんですけど5年ぐらい前に久しぶりに行って。 どうもこれからやっぱり日本でうちがやってきたまあおしゃれなキャンプみたいなニーズがこれからアメリカもそろそろやっていけるかもしれない、うん、おしゃれなキャンプってえ、うん、アメリカっておしゃれなキャンプやってるんじゃないですかえっとおしゃれなキャンプはないですねまずあそうなんですかねキャンプ場は誇りっぽいしへえおいつ二2030年前の日本みたいな感じなんですか全く同じです、ね 以上、えー、30年前の日本の,その価値観を変えたところを今からアメリカでチャレンジするみたいなことなんですか二<ー>2019年の5月に移住しようと思ってで社長交代しなきゃいけないな僕はアメリカにもうチャージするんで、うん、日本の会社は娘にやってもらおうと思って、うん、で帰ってきたらコロナで2年間帰るって <laughs> と,いうところで渡米がだから仕掛けて止まってる状態なんですよ。あのー じゃあコロナそ、うん、収まったらもう一回ポートランド移住で本格的に米国進出みたいな感じでそうなんですよ2019年から、えー、我々のテントタープ焚き火台とかが売れ始めていて、うん、でまあそれはだからちょっと,、えー、とブランドのイメージもバックパッキングでウルトラライトのブランドからおしゃれなキャンプのブランドっていうふうに、まあ、僕が行って向こうのブランディングを変えて、うん、でそれにちゃんと売り上げもついてきてて、うん、で去年で多分。 15億円ぐらいのも売り上げになってるんで,るで多分これからかなりの成長率で伸びていくのでもしかしたら来年さ再来年ぐらいに日本が上場したぐらいの売り上げの規模になるかもしれません,んすごいなありがとうございますじゃあ最後にさんにととってお店とは僕にとってお店とはキャンプへの、えー、入り口 うん特にスノーピークのお店についてはそこにキャンプやってない方が来られた時に、うん、そこに来たことによってキャンプへの,、えー、その道が開けるような場所だというふうに思ってます。はい うん、まあ、あれですね、も <laughs> を売るって感じじゃないです。やっぱり、もうキャンプをやってもらうと。そのために、物があるから、その物を提供してますみたいな感じですね。そうですね。とにかく、キャンプやってほしいです、ね。なるほどな。いや、二週間にわたって、いろいろとありがとうございました。非常に勉強になりました。えー、ゲストはスノーピークの代表取締役会長、山井徹さんでした。どうもありがとうございました。した楽しかったです。 事業投資家の水戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい今週もやってまいりましたえ<い>、えー、留守番電話入ってますねこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょうこんばんは包丁専門店特造な人です 高知県発祥の祥さうち内ものを中心に取り扱っていますお求めやすい価格で、ご家庭向けからプロ愛用品、さらにアウトドア用ナイフなど各種を取り揃えておりますラジオを聞いたとお伝えていただくと5,000円以上の買い上げで500円オフさせていただきます皆様、さもせん道具屋筋とカパバシ道具屋街でお待ちしております いいいやですねお店ラジオ始まって初の海外の方からのメッセージじゃないですかすごいニンさんっていうんですけどニさんはなんかね中国ご出身で土佐ち刃物お尻ここに入ったとさんこれ店舗が大阪の道具屋筋とかっぱ橋なんで東京の店舗さん向けが多いんですかね そううでしょねの包丁どっちかっていうとおろしっぽい感じだから完全にでもこのお店ラジオで PR してくださったらねその飲食店さんもたくさん聞いてくださってると思うんでそうですねしかもあれですよアウトドア用のナイフも使ってるっていうちゃんとねこのゲスト合わせてくださったタイミングががんべこれディレクターさんがやってはんのかねそれともそれ呼んでたんかなこのうちの秘書さんですかね兄さんが呼んでたんちゃうか可能性としてそれだとしたらすごいなはいということで五千以上で五百円オフしてくださるという ちゃんと「お店ラジオを聞いた」と言っていただかないとダメですが、ね、6月末までの期間限定ということですので、えー、スマレジを使っているお店、えー、徳三さん兄さんからのメッセージでしたありがとうございましたはい山本さん2週にわたって毎回超長お話、はい、ディープなお話いっぱい聞きましたけども、うん、いかがでしたでしょうか、ね、お店ラジオと言いつつ、うん、あのメーカーさんでもありましたね。うん、でスマレジもメーカーカなんで、うん、あのー 山井さん自身がキャンパーだという話、うん、で従業員の方も管理系の方もみんながキャンパーだという話、うん、これ大きかったですね、うん、あの僕らで言うと全員が例えばプログラマーであるとか、うん、または僕らがお店をやってみるとかお店オーナーになってみるとかっていうそういうことなんでそこは学ぶところが大きかったのが一つでもう一個はコミュニティですよね。 焚き火してあのトーク、ね、そのコミュニティを作っていくっていう自分自身もユーザーでありで輪を広げていくみたいなところでその本当の意味の口コミマーケティングというかあのコミュニティマーケティングをスマレージも何回かやったことあったんで、うん、なんかそのヒントをまた得た気がしましたねなんかでもこれは飲食店とか、うん、あのされている方にも結構学びだと思うんですよね今までって。 店舗がお客さんに対してサービスをするっていう感じで1対 N お客さんって感じじゃないですか。うん、でもこれ SNS 時代ってやっぱ N 対 N っていうかお客さん同士がコミュニケーションしていくとかそのバーとかそのプロダクトを楽しんでいくっていうそういうあのカルチャーとかフードを作るっていうのがメーカーとかサービス提供者ってすごい大事な時代に来てるじゃないですか。はい、で実際にスノーピークなんかもその実あのお客さん同士ユーザー 同士がキャンプに行って、撮った写真を。s n s に上げるみたいな、うんはい、それを友達が見るもそうだし。うん、今までそのーピークを使ってなかった人が見るっていうので、バズっていくって感じじゃないですか。うん、だから、バズりを作っていくには、やっぱそのエ対 N の環境を作っとかないとダメだと思うん、ね。そうですね。あれが俺、焚き火トーク、うん、結構先見性あったなと思うんですよね。いや、すごいな。うん。非常に勉強になりましたね。なりましたこれ絶対。あの、お店やってる方ね、まあ、小もそうだと思いますし、飲食の方、うん。 意識してやってもらいたいなと思いますよね、はい、さてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインターフェムドット JP お店アットインターフェムドット JP までお送りくださいそれではここまでのお相手は三戸正和と山本博士でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています